すする TV。 ずるずる、どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日から山形シリーズいっちゃいますということで、こちらです。ドン。 JR 酒田駅から徒歩5分くらいのところにあります蜘蛛の糸酒田店さんにお邪魔してます。こちら蜘蛛の糸さんはフェスで何度かいただいたことがあるお店で、お店で食べるのはもちろん初めてということで、いいスタートダッシュを切りましょう。レッツゴー。さあ、蜘蛛の糸酒田店さん、ショーケースです。今回は太麺の中に岩海苔と生卵をチョイス。デッドボールというトッピングも気になるなと思いながら、山形のラーメン屋さんは自家製麺なので麺量が多いのが特徴らしいと聞いて待ってるだー。おう、こちらが蜘蛛の糸さんの太麺中です。わちょーい。シンプルなトッピングに透き通った綺麗なスープ。麺はスープから盛り上がっていて、やはり麺量が多そうであることを確認しつついただきます。まずはスープから飲んでみると、おーい、ふんわり煮干しの風味とキリッとキレのある醤油味がナイスバランスなスープ。おそらくこの味を嫌いという人はいないであろう。ぜひ神田にも飲んでおいてほしかった味わいです。では続いてピロピロな太麺を引き上げて、よっしゃ、すするねねー。小麦の香り豊かなこの自家製麺はスープとの兼ね合いが考えられたイケメン。ウェブシューターのようにこの麺を自在に出せたらなと思いつつ、スープの辛みもどんどん堪能していきます。さあ、みんなに愛されているであろうこのラーメン、すするもそのみんなの仲間入りを果たしました。すると今回店主さんがぜひこってりも味わってほしいとのことで、特別に背脂を途中投入しました。果たしてどう変わるのか、すすってみましょう。さねーん。背脂が入ると動物系の旨味も加わってスープに厚みが。背脂独特の甘みもキレのある醤油との相性抜群で、ぜひクラウド上に残しておきたい美味しさです。てな感じで、お次に肉肉しさも柔らかさもあるチャーシューを一口で食らって、別アングルでももう一枚食らったら、スープ全体が変わってしまわないように小皿に麺とスープを入れて、さらに返しも投入。麺自体が美味しいのでこれだけでもかなりのマッチングですが、さらにそれを生卵に絡めてすき焼き風に。もともと安定感と安心感があるからこそ、こうした味変でもブレずにプラスの美味しさが味わえるんですね。素敵です。てな感じで、ラストにもう一つおまけの味変デッドボールも試させてもらいました。背脂でマイルドになったスープに辛さがプラスされ、ダイレクトに刺激を感じられる粋なアクセント。これは達川がすすっても本当にデッドボールになるんじゃないでしょうか。そんなこんなで食欲増進で最後まで突っ走って、本日も完食です。大変美味しくすれました。すすりやすくもありながら、しっかりツボは抑えた一杯でした。それではこそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、蜘蛛の糸さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。あっさりしつつも煮干しの風味はしっかり、そしてマイルドに効かせた醤油が美味しいスープでしたね。麺は自家製のピロピロ太麺で、つるっとした表面にコシもしっかりとあって美味しい麺でしたね。今回は特別に別皿の背脂をいただきまして、こちらを途中で投入することによって、あっさりからこってりへの変化も楽しめました。麺自体が美味しいので、麺をダイレクトに味わいたいという方はすき焼き風もおすすめですね。いやー、山形いいスタートダッシュを切ることができましたね。また行きたいと思います。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、蜘蛛の糸酒田店さん、芥川馬之助や。え